こんにちは、こんばんは、おはようございます、ギタリストの藤岡美希夫です。今日はハモリってありますよね。なんかサンドウェイとかなんか聞いたことあると思いますけど、カラオケで急にハモリ出す人とかね、そういうハモリをいろんな観点で、こういうアイデアもあるよみたいなのをいっぱい紹介していきたいと思います。はい、まず最初は C メジャースケールって呼ばれる、いわゆるドレミファソラシドですね。これのグループオブフォーって呼ばれるシーケンス、そう、スケール練習をするときに多分一番オーソドックスなフレーズというか、まあ練習フレーズですね。これに対して今からハモリをつけていきます。はい、今弾いたのが、一番ハモリだとオーソドックスなサンド上って呼ばれるハモリ方です。サンド上っていうのはどういうことかというと、今弾いたドレミファソラシドっていうスケール、 C メジャースケール、これのスケールの例えばドの音、ドの音から数えて3個上、1、2、3、3個上、ドに対して3個上のこのミの音、これがハモリになります。ドミ、で次の C に対してこれもまた3度上、1、2、3、そう、全てスケール上で考えます。 C ドレ、この C に対しての3度上はレ、 C とレ、みたいになってるはずです。はい、今弾いたのが元のこのメロディーに対しての4度上のハモリです。4度上も結構、多く使われるハモリですね。で、4度上の見つけ方はまた同じで、スケール内の音を4個上、1、2、3、4、ドの音に対してドを1と見て1、2、3、4、4個上の音、つまりドの音に対して4度上のハモリはファ、1、2、3、4、ドレミファ、ドとファ、これが一緒になってることになります。次、1個下は C の音に対してまた4度上は C、ドレミ、1、2、3、4、 C に対してミが4度上のハモリです。一緒になるとこういう状態です。つまりみたいになってるはずです。はい、今弾いたのはメインのメロディ、これに対して5度上のハモリです。5度上、これの見つけ方もまた同じで、スケール内で5個上の音を探します。ドに対しての5度上は1、2、3、4、5、そうですね、ドレミファソ、ドに対して5度上のハモリはソ。次、1個下 C の音、C の音に対して5度上は C、ドレミファ、1、2、3、4、5、 C に対して5度上のハモリはファ。以下同分で探していくと、みたいなハモリが出てきます。はい、今弾いたハモリはメインのフレーズに対して今度は6度上です。6度上、また見つけ方は同じで、ドに対しての6度上は1、2、3、4、5、6、ドレミファソラ、ドに対して6度上はラ、この音がハモリになります。一緒になるとこういう状態です。
で1個下がって C の音、 C の音に対しての6度上 1,2,3,4,5,6 C ドレミファソ、 C に対して6度上はソ、一緒になるとこういう状態。このハモリは多分これカントリーっぽいリックでよく出てくるハモリですね。はい、っていうのが6度上です。はい、今弾いた7度上と9度上、また見つけ方は一緒なんですけど、多分もう聞いてもらえば分かると思うんですけど、すごい多分気持ち悪いって感じる人の方が多いと思うんですけど、一応理屈的には存在してるハモリです。今弾いたようなこれある程度のスピードを持ったフレーズだと7度上9度上っていうのは成立しにくいんですけど、ある程度まだ歌えるような速さのラインのフレーズの時にはそれなりの効果を発揮します。7度上はちなみに分かりますかね、ちょっとアンニュイっていう表現分かりますかね、終わったの終わってないのみたいな、元のメロディーがドレミレド、そうで最後に弾いた9度上、9度上もまたそう、雰囲気は一緒ですね、ゆっくりしたライン、まだ口で歌えるようなライン、そういう口で歌えるような速さのフレーズの時にはまだあり得るハモり方です。はい、次からはもう少し実践的なフレーズをメインメロディーとして弾いてますね。みたいなフレーズ、これをメインメロディーとして、これの上に3度上のハモリをつけてるんですけど、まず最初につけたハモリは C メジャーキーとしてつけてます。 C メジャーキーということはドレミファソラシド、この音ソラシドシダソラシ、 C がナチュラルなんですね。 C メジャースケールとしてハモリをつけると C がナチュラルになる。でここでポイントはメインメロディーでは C の音弾いてないんですよね。ミファソラソファミファソドラソラソラドレミ、C の音一回も弾いてないので、このメインメロディーだけだと C メジャーキーか F メジャーキーかっていうのが判断できないんですね。っていうのを利用してつけたのが次のハモリ、 F メジャーキーとしてハモってます。ソラシのフラット、 F メジャースケールだとドレミファソラシのフラットドシダソファ、 F メジャースケールは C だけフラットする、F メジャーキーとしてハモリをつけてる方が多分ちょっと意表をついた感じにはなると思うんですけど、理論的には全然成立してるので多分慣れちゃえばそういうものみたいに聞こえるはずです。
はい、次のフレーズは、っていうメインメロディー、これに対してまたこれも3度上のハモリをつけてるんですけど、最初につけたハモリ方は C メジャースケールとしてつけてます。つまりドレミファソラシド、このスケール内に収まるハモリ方をしてます。どこだってハモってるのかな。ポイントはここですね。ファミレドってなってるとこ。そう、最初のハモリは C メジャースケールとしてつけてて、次のハモリは G メジャースケールとしてつけてるんですけど、 C メジャースケールと G メジャースケール唯一違うのがさっきのこのファ、これがファシャープ、ファシャープだと G メジャースケールに変わるんですね。ドレミファシャープソラシドシダソソファシャープミレドシダソソラシドレミファシャープソ。なので次のハモリはファシャープまでチョーキングしてます。ファシャープで、ここでポイントになるのはメインのメロディー。このメインのメロディーではファもファシャープも使ってないので、理屈的には C メジャーキーでも G メジャーキーでもハモれるっていうフレーズです。次のフレーズは、メインメロディーとして弾いてるのは A マイナーペンタトニックスケール。ラドレミソラドレミソラドレミソだけで弾かれてるスケールですね。それのスケールを使ってシーケンスを弾いてます。運指練習とかでもよく使うフレーズだと思います。これの上に3度上のハモリと5度上のハモリをつけてるんですけど、ペンタトニックスケール、つまり5音音階、ペンタトニックスケールの上にハモリをつける際、この場合は、ペンタトニックスケールのフレーズなんですけど、ハモリを考えるときは7音音階で考えます。つまりラード、この間抜け落ちてるところ、ラシーが省略されちゃってるんで、ラシードレミ、ペンタだとこのままレミソソに飛んじゃいますけど、7音階だとレミファソファが抜けちゃってますね。ペンタトニックスケールでハモリをつける際は、この抜け落ちてるシーとファの音、この音も考慮に入れてラの3度上、つまりラシドラの3度上はドです。ドの3度上はドレミミですね。レの3度上レミファファですね。つまりこれの3度上はっていうことになります。で、この要領でつけていくと、一般的には琉球とかって呼ばれてたりするんですけど、沖縄の民謡とかでよく使われる音階ですね。 A マイナーペンタトニックに3度上のハモリをつけると、この琉球の音階になります。で、次のハモリはまた同じこの A マイナーペンタのフレーズにハモリをつけてるんですけど、今度は5度上でハモってます。で、またこのハモリの探し方はさっきの3度上の時と同じで、元のメロディーがペンタトニックで弾かれていたとしても7音音階でハモリを探します。つまりラ、こっから5度上はラシドレミ1,2,3,4,5、この抜け落ちちゃってる C のところ、これもちゃんと考慮に入れてラシドレミラノットに対しての5度上はミ、次ラドレラドドに対しての3度上はアグ、
すいません、ドに対しての5度上は1、2、3、4、5、そうですね、ペンタトニックスケールだと出てこなかったこのファーの音、この音もハモリを考える際はコールに入れます。で Am ペンタトニックに5度上のハモリをつけると、これはもうたまたまなんですけど Em ペンタトニックになります。つまり Am ペンタで弾いたリック、これの5度上のハモリを考えようとしたら、もう5度上のマイナーペンタをそのまま弾けばA マイナーペンタに対して5度上のハモリが完成しているってことになります。次のフレーズ、今度はメインとして弾いてるフレーズは、わかりますかね、ここ Am スケール上のフレーズなんですけど、その音が全部シャープしてるんですよね。ソシャープミラミ、そう、ここのソシャープしてるスケールっていうのはマイナースケールの中だとハーモニックマイナーって呼ばれるスケールとメロディックマイナーって呼ばれるスケール、この2種類が一般的なんですけど、最初のハモリはハーモニックマイナースケールでハモってます。で、このハーモニックマイナースケールって呼ばれる音階、ここの 1、2、3、4、5、6 度と7度の間が1音半開いちゃってるので、フィンガリングちょっと厳しいんですよね。そう、なので、このハモリの実際弾いてるフレーズも多少ストレッチをして弾いてる感じになってます。はい、次のハモリ方はメインのフレーズはもちろん同じなんですけど、ハモリ方がメロディックマイナーって呼ばれるスケールでハモってます。このメロディックマイナーの音階はハーモニックマイナーと比べたら1、2、3、4、5、6、6番目の音、ここがラシドレミファのナチュラルだとハーモニックマイナー、ラシドレミファシャープソシャープラ、これがメロディックマイナーですね。ハーモニックマイナーに比べて若干明るくなります。で、またこのメインで弾いてるフレーズも、これもまあポイントですね。メインで弾いてるフレーズがこのファもファシャープも使ってないんですよね。メインのフレーズが、そう、ファもファシャープも使ってないので、ハモリをつける際ハーモニックマイナースケールでもメロディックマイナースケールでもハモれるという例です。今弾いたフレーズは、臨床って呼ばれるアイデアなんですけど、つまり3度上とか5度上、今までのハモリ方とは根本的にアイデアが違います。弾いてるフレーズはメインのフレーズも一応ハモリとして扱ってるフレーズも弾いてるフレーズ自体はほとんど同じなんですけど、弾き始めてるタイミングは違うんですね。つまりこれギター1本でやると、例えば
このドレミファソっていうのが、わかりますかね、同じメロディーを違うタイミングで弾き始めることによってそれぞれがハーモニーを成して、つまりハモってるっていう状態になります。でこの場合はメインで使うフレーズはできるだけシンプルであればあるほどハーモニーとして成立しやすくなるので、今回のフレーズもそうですね、 C メジャーペンタトニックだけを使ったシンプルなフレーズで弾いています。はい、今度はもっと複雑なハモリの仕方なんですけど、僕もそこまでちゃんと勉強したわけではないので、クラシックの対位法っていうやつがあるらしいんですよ。それの対位法風な感じでハモってます。一番基本的な対位法は逆行するんですね。例えばメインのメロディーがドレミファソって登っていってたとしたら、それに対するハモリは逆行、つまり下降します。これ一緒に弾くと、この低い方がハモリっていう今現時点では扱いです。でこれが例えば今ドシラソファちゃんとスケールの中に収まってる音の使い方になりましたけど、ハモリの方がスケール内に収まらないことも多いんですよね。例えばクロマチックスケール、ただ半音ずつドから降りてきただけでも、メインのメロディーはドレミファソ、これが例えば一緒になるとっていうことになります。でここで実際にやってるハモリはそういうクロマチックのスケールもいっぱい使ってできるだけクラシカルに聞こえるように作ったハモリの例です。次のフレーズハモリはですね、ちょっと変わったスケールでハモってるんですけど、とりあえずメインメロディーはみたいになってて、これ気づきますかね、ラーの音弾いてないんですよね。ドレミファソシド、これなぜラーの音を弾いてないかというと、ハモリの方でハモリの方はラフラットに行ってます。それ以外は C メジャースケールと同じ。一見するとメインメロディーは C メジャースケールで弾かれてるように感じますけど、ハモリをこのドレミファソラフラットシド、このスケール、ハーモニックメジャーって呼ばれてるスケールなんですけど、ハモリの方だけがそのハーモニックメジャーに行ってます。なのでちょっと暗いんですけど、どうでしょうかね、多分それなりにキャッチーに聞こえてるはずだと思います。ここからがさらにちょっとマニアックになっちゃってるんですけど、ポリトーナリティって呼ばれたり、あと日本語だと複調、複数の調、ここで言ってる調は調合の調
なんですけど、副調って呼ばれる、まあ、ポリトーナリティって呼ばれるアイデアで、ギター1と2で弾いてる内容は同じなんですけど、キーが違うんですね。ギター1、最初に弾いた方が C メジャーキーで、 C メジャー7、 F メジャー7、 D マイナー7で弾いてるんですけど、ギター2が全く同じコード進行を完全4度上、つまり F キー、コードネームで言うと F メジャー7、 B フラットメジャー7、 B フラットメジャー7というコードは C キーには存在しないので、次の G マイナー7、これもそうですね、 C キーには存在しないコードです。このポリトーナリティっていうアイデアは、本来であれば例えば単3度の距離とかどこでやっても一応いいんですけど、一応まだキャッチに聞こえさせようと思ったら今みたいに完全4度の距離でハモるっていうのが一番一般的だと思います。最後のアイデアは、これはハモリって言っていいのかちょっと謎なんですけど、一応表記上はポリコードっていう風に書いてます。ポリコードっていうのは、ポリっていうのは複数のみたいな意味があるので、2種類以上のコードが同時になってる。ギター1は C で D マイナーってなってるんですけど、ギター2の方が D マイナー、 E マイナーってなってるんですね。つまり C キーのダイアトニックコードの1個上を弾いちゃってる。 C に対して D マイナーが鳴ってる、 D マイナーに対して E マイナーが鳴ってる。で、これを、16分9分分ずらしてるんですよね、アルペジオを。ギター1はギター2は全部16分裏ですね。1、2、3、4、1、2、3、4、こうすることによって、全部アルペジオに聞こえてる状態でみたいにスケールが弾かれてるように聞こえるっていうアイディアです。はい、今回はハモリをテーマにお届けしたんですけど、多分皆さん3度上っていうハモリは一般的によく知られてるハモリ方だと思うんですけど、今回はできるだけいろんなハモリ方で、そのハモリ方っていうのも別に7度とかそういう度数以外の他のアイデアもいろいろ、できるだけまあ浅く広くみたいになっちゃいましたけど、で特に対位法とかそういう何でしたっけ、ポリトーナリティとかそういうのはもっと深いところまでやろうと思えばもっともっといろんな要素が出てくるので、興味のある人はどんどんチャレンジしていってみてください。ありがとうございました。